昨今、登山界のアンリトンルールを知らない、モラルを逸脱した登山者が増えてきた。おい、登りが優先だぞ。そんな奴らに厳しさを持って教えようとする一人の男がいた。おい、山頂でタバコ吸うんじゃねえ。伏流煙がこっちに流れてくるだろうが。近年稀に見ぬ希代のクズ登山者、その男の名は反面教師ヤリオン。登山界の風紀を乱す者は許さない。おい、熊よけの鈴うるせえわ。こんなとこに熊出ねえよ。この男の存在は登山界にとって害悪なのか。おい、山頂でドローン飛ばすんじゃねえ。ちゃんと許可取ってんのか。救世主なのか、それとも俺がルールだ。不文律を破る者は報復が必要だ。おい、すれ違う時は挨拶しろ。この男はどんな未来を思い描くのか。登山界は大きな転換期を迎えようとしている。刮目せよ、今新たな伝説が動き始める。これは2022年11月に撮影したものである。ここは岐阜県高山市、登山のメッカとして知られる新穂高。先日、モラルの低いクライマーやふざけた登山者たちによってこの聖地が脅かされているという視聴者からの垂れ込みが入り、急遽駆けつけた一人の男、反面教師ヤリオだ。炎のごとく赤いウェアに身を包み、新たな住みよい登山界を創造するべく活動する男。人は彼を登山界の赤い悪魔と呼ぶ。いけすかない登山者たちは二度と登山ができなくなるよう蹂躙し、根絶やしにする必要がある。その様を粛清祭りと呼称し、当該日をもって権利を行使する。ヤリオの秋のワクワク粛清祭り開幕だ。おいか、しっかり見とけよ。俺最後は見ろよ。俺おい、前向けの人数うるせえや。撮影中だよ。こんなとこ熊出ねえ。おい、ジロジロ見てんじゃねえ。俺はお前が俺を見たのを見たぞ。おい、うるせえわ。こんなとこに雪ねえ。おい、気をつけろ、クソバスが。タイミングよく崩れてくんじゃねえぞ。おい、橋ねえじゃねえかよ。一体全体どうなってんだこりゃ。おい、滑るよ。ふざけんなよ。おい、俺が登山系最強だ。のろしをあげるぞ。俺レースねえじゃねえかよ。雪山登るってレベルじゃねえぞ。
おい、俺より先に登ってんじゃねえぞ。追い抜いてやるからな。おい、トイレ開いてねえじゃねえかよ。おい、誰もいねえじゃねえかよ。アドレナリンが出まくりだぜ。おい、上から石落とすんじゃねえぞ。おい、誰もいねえじゃねえかよ。粛清するってレベルじゃねえぞ。ガセネタかよ。畜生だよ。チャンネル登録しろ。